こんにちは堀秀夫です今日はサポート専門だから役立つサポートができますというお話です。えー、私は今、山口県の湯田温泉というところに来てましてね、まあ、秋吉台の鍾乳洞がある、まあ、近くなんですけど、まあ、せっかくなんで、まあ、秋吉台の鍾乳洞、高校の時の修学旅行以来、まあ、35年ぶりにね、えー、ちょっと見に行ってみようと思って本日行ってきました。 この湯田温泉から、まあバス一本で行けるんですけど、まあそのね、えー、バス停が Google で検索したところ、ここにあるよと、泊まってるホテルここなんですけどね、ここから、この交差点の手前にありますと、下湯田というところの手前にありますと出てました。で、朝、バス停に行ったんですけど、えー、バス停ない。バス停に行ったんだけど、バス停目指して行ったんだけど、 バス停ないということでね、ど,どういうことと思ってね、えー、ここの角にあったホテルに入って、すいません、これ目の前にバス停があるって地図で出てくるんですけど、見当たりませんと言ったらね、えー、ここ左に出て、信号を2つ越えて、横断歩道を渡れば、ここにバス停があるよとね、ね、えー、6番って書いてあるとこ乗りなって親切に教えてくれたんですけど、まあ、ここでバス乗ってね、えー、こう、 行くわけけですけど曲がったら、こう曲がってね、もうちょい行けば、この聞いた場所からちょい行けばね、ね、えー、聞いた場所から6分ぐらいの、えー、バス停を教えてくれたんですけど、聞いた場所からね、えー、3、40秒歩けばバス停がありました。ね、これは別にあの、このホテルの人は行けないとかうんってことじゃなくて、やっぱバス停の場所ってすごいわかりにくいのはね、 Google マップも、ね、バス停ってのはそんな需要がないというか正確には追い切れないと。日本だと比較的正確なんですけど、でもこういうふうにね、えー、地方なんかだと、まあ、バス停が、えー、違く登録されていることも多々ありますで。プラス地元の人ってね、まあ、大抵日本は車社会なんでバスを使わないと、ね。全然バス使わない人にバス停聞いてもやっぱりわからないということが言えます。 まあ、バス停はわかりにくい。Google マップも、順当の人のアドバイスも役に立ちません。まあ、現にね、えー、今日役に立たなかった。まあ、目的地たどり着いたといった意味じゃ役に立ったんでしょうけど、まあ、わざわざね、バス停の近くまで行ったけど、違う遠いバス停を教えられちゃったと。まあ、理由は利用頻度が少ないし、バスを利用している人が少数派だからです。これ、オーストラリア,アマゾンに効率に取り組む方法もわかりにくいです。Google 先生も、eBay 実践者、 アメリカアマゾン実践者のアドバイスも役に立ちません。まあ理由はオーストラリアの習慣がわからない。ね。オーストラリアの国民性わからない。で、オーストラリアアマゾンは始まったばかりだからというのでね、こうすればこうなるというね、その実践して役立つノウハウというのを積み重ねている人がいないということもあります。私は今オーストラリアアマゾンに特化したサポート専用でやってます。サポート専門でね、私がやってますんで、 まあ、自分が Amazon やっててね、片手間にやってる人たちって、自分が経験したことはそらわかるんですけど、経験してないことはわかんない。ね。で私の場合は、まあ、何十人も、もうオーストラリアアマゾンで、まあ、すでに、えっ、ー、と、まあ、200名近くアカウント登録やら商品探しやらね、サポートしてますんで、まあ、で、オーストラリアにね、住んでましたから、まあ、オーストラリアの習慣もわかるし、ね、サポートしてるんで、たくさんのケースに遭遇してるから、役立つ道先案内ができると。 で、バスの場合はね、まあ遠かったらタクシーで行けいやとかいろいろあるんですけど、アマゾン輸出の場合はね、間違ったことをやるとね、退場ということもありますし、輸出なんでね、金かけて商品,かけ商品買って、送料かけて商品送ってね、入館できなかったとか、アマゾンに入れたけで販売できなかったというような商品がたくさんあると大損します。そんなわけで、オーストラリアアマゾンに取り組むんであれば、サポート専門の私の道先案内があった方が、 はるかに効率よく、えー、稼ぐことができる、えー、取り組むことができます。本当かよと、ねえー、どういうサポートしていくらぐらいでね、そういったオーストラリア、アマゾンってど,ううどれぐらいもんかなと、まあ、そういうのが気になった方は、上の方にスクロールしていただくと、こちらに無料のアマゾン室メールセミナーがありますので、こちらのメールマガに登録してください。メールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押せば、えー、オーストラリアアマゾンノウハウ、 オーストラリアアマゾンがどれぐらい可能性があるか、オーストラリアアマゾンのサポートの内容や募集のお知らせなんかを届けてます。まあ、今、動画で見てる方、動画の説明欄にこのメールセミナーへの登録リンクがありますので、そちらを押して登録してください。オーストラリアアマゾン、サポート専用の私だから、効率のいいオーストラリアアマゾンの成果の方のアドバイス、道先案内ができます。ご登録お待ちしてます。 以上、オーストラリア,アマゾンニューサポーター、堀秀夫でした。